さあ、というわけで、ミールトークでございまして、3分33秒間おしゃべりするんですけれども、先に言うときます。モアザンワーズ4、5、6話の話をします。すいません。いや、もう多分、最終話見るまで多分これずっと期待していただいてるから、ちょっとモアザンワーズたくさん見てね、お話しさせていただこうかなと思うんですけども。まあ、作者のエツコさんも見てますって、ツイッターで言ってくださったぐらいなので。やめてくださいよ。オフィシャル、わざわざチャンネルや、こんなもん。いや、お願いしますよ、ほんとね。4、5、6話見まして、まあ、率直な感想ですけれども、重いです。重い。聞いてないですよ。僕軽い気持ちでね、まあ、1話見ようかな、思って見させていただきましたけれども、1話目はもう、あ、すごい、こんな作品あるんだ。2、3、あ、おしゃれだな。内容いいな。登場人物の役者さんすごいな。4、5、6。どんどんこう重くなって。何やってくれてんすか？なんでそんな、もう、そんな世界に連れてかれてましたけどね。まあ、こうか不幸か、僕みたいな、部活ばっかやってた人間は、あの世界には存在しないので、まあ、すごいね、軽い気持ちで見させてもらってますけど。やっぱないんですよ。みんなね、こんなハイレベルな恋愛してて、まあ、僕みたいな人間がね、部活ばっかやってた人間は存在しないので、すごいね、楽しい気持ちで見させてもらってます。ほんとね、タバコで吸うシーンあったんですけど、ね、あのシーンとかもね、僕も、まあ、高校生の時正直家が貧乏すぎたので、グレてやろうと思って、ね、タバコ買ってやるぞと思ったんですけど、お金もないしお腹も空いてたので、丸ごとソーセージというパンをね、買って、タバコじゃなくて空腹をこう満たせたわけですけれども。はい。もうモアザンワーズのこの世界観、何がいいか僕分かりました。なんでこんなこう魅力的なんやろって分かりましたよ。ご飯食べるシーンが非常にいいです。すごくそれはいいと思います。はい。なんかこう、誰かとね、ご飯食べるって僕、そういえば全然そういえばなくて、で、ねえ、もうしょっちゅう同じメンバーで食べてるじゃないですか。で、ねえ、誰かが帰ってくるまでね、ご飯食べるの待とうみたいなのも、ちょっと久しく僕は、こう味わってないなというね。もうちょっとで帰ってくるから待とうみたいな、お腹空いてるけどみたいな、あの時間ってすごくね、なんかこう、いいなと思います。本当はね、僕もね、3人に混じってね、ご飯食べたいぐらいですよ、本当はね。いやいや、エイジー、もうちょっとで来るからさ、ちょっとだけ待たんとかね。あ、たこ焼きの、あれだけ溶いとくかみたいな。肉だけ焼いとくみたいなのをちょっと3人とやりたいんですけれども、まあ、叶わないのでね。というか、気になったんですけど、今更ですけれども、モアザンワーズの主人公って誰です？エイジかマッキーか、ミエコか。いや、でもそれ、ね、なんかそれこそエイジの父ちゃんなのか、いろいろ、ね、主人公がいろんな目線で変わるなと思うんですけど、そんなことより、兼近さん出らんな、もうちょいか。というわけで皆さん、さよなら。